皆さんこんにちは、大輔です。モーションデザインスタジオへようこそ。今回のチュートリアルはアニメ調の煙を作ってみようと思います。このチャンネルのロゴアニメーションのようにロゴと組み合わせるととってもポップな印象になるので、ぜひともチャレンジしてみてください。そして今回は標準プラグインのみで作れちゃうので、アフターエフェクツを持っているあなたならすぐに作れちゃいます。それでは早速一緒に作ってみましょう。今回使うプラグインは CC ミスターマーキュリーと CC パーティクルワールドです。ではまず新規コンポジションを作成します。コンポジション名をスモークとしましょう。でサイズはフル HD サイズ、フレームレートは 29.97、 デュレーションは5秒ぐらいとしときましょう。で次に新規平面レイヤーを作成します。で、名前をスモーク1としましょう。で、カラーは、白とします。で後々、色味を変えやすいようにここで、エフェクトからシミュレーション、エフェクトから描画の中にあります塗りを選択します。でこのカラーを、白、これまた、皆さんお好みに合わせて色を変えてみてください。で次に、エフェクトからシミュレーションの中にあります CC ミスターマーキュリーを適用します。でパラメータを、触っていきます。ラディウス X を0、ラディウス Y を0、ベロシティを50、ロンジェビティを 1.5、グラビティを0、レジスタンスを20、ブロブデスサイズ0。でここからキーフレームを打っていきます。で、フレームの線と0フレームのところに、バースレートを30として、キーフレームを打ちます。で、Mac の方はコマンド、Windows の方はコントロールを押しながら、右矢印で 1,2,3,4 フレーム、4フレームのところで、0とキーフレームを打ってください。でまた次に、I を押してフレームの先頭にします。でブロブバースサイズ、これを、0フレームのところは0でキーフレームを打ちます。でまた同じくコマンド右矢印で 1,2,3,4、 4フレームのところで1とします。で U を押してキーフレームを見てみましょう。こういう感じですね、キーフレーム。2秒ぐらいのところで、N を押して、ワークエリアを狭めた状態で一度再生してみましょう。こういった感じですね。でさらに、ちょっとアニメ調にしたいのでエフェクトから時間の中にありますポスタリゼーション時間を適用します。でフレームレートはこの24フレームで OK です。これで再生してみると先ほどよりもまたさらに
パラパラした感じでよりアニメ調な感じになったかと思います。でさらに味付けとしまして、レイヤーからレイヤースタイルの中にありますシャドウ内側を適用してください。でシャドウ内側の、カラーをグレー、距離を15ぐらいですかね。という感じで、まず1個目の煙ができました。でこれは1回ロックして、表示にします。で次に、新規シェイプレイヤーで、煙の元になる形の違う、2種類の、テクスチャーを作っていこうと思っています。では、ペンツールから、雲の形を作っていきます。で2点目の矢印のところでグーッと引っ張ってやると山なりになります。でここで、オプション、Windows の方はオルトを押しながらグーッとやると、この終点のところが片っぽになります。で同様に作業を進めていきます。自分は割と、シェイプレイヤーよりも、こういうのはイラストレーターで作ってしまいますが、今回は、アフターエフェクツで全て完結させようと思ってやっております。で形もこう好きな感じに変えれるので、で、ここでも、塗りは、白にしてください。ここの色が、割と重要です。ここ白にしてください。でさらに、アンカーポイントもセンターにしてください。そして、位置もコンポジションの、中央に配置してください。でこれをしないと、次に適用したエフェクトの時に、割とこの形から漏れてしまうことがよくあるので、できればこの画面サイズの4分の1ぐらいのサイズにして、中心に置いてやってください。でこのシェイプレイヤーの名前をテクスチャーの TEXTEX1 とします。でこれももうロックして、これも非表示にします。で同様に、雲の形を作っていきます。これは先ほどの形とちょっと違うものにしていきたいので、なるべく違う形の雲ができた方がバリエーションがあって面白いかと思います。で、これも名前を、DEX2 としていきます。でこれもロックして非表示します。で次に新規平面レイヤーを作成します。で名前はスモーク2とします。
そして次に、エフェクトから、シミュレーションの中にあります CC パーティクルワールドを適用します。パーティクルシステム2というちょっと紛らわしい名前があるんですけど、今回は CC パーティクルワールドの方を適用してください。でここからまたパラメータをいじっていきます。ではまずキーフレームを打ちますね。また I を押して、先頭に持っていきます。でバースレートを、ここを5としてキーフレーム打ちます。でコマンド矢右矢印で1234でこれをここを0とします。でフィジックスを開けていただいて、フィジックスのベロシティマイナス5で、インハートベロシティ70、グラビティをマイナス 0.4、 レジスタンスを20、エクストラを2、エクストラアングルを150、でパーティクルを、パーティクルタイプをテクスチャーディスクにします。でテクスチャーを開いていただいて、テクスチャーレイヤーを先ほど作成したテクスチャーのテクスチャー1を適用して、右にある、このソースマスクとか選べるやつ、これをエフェクトとマスクにします。でテクスチャータイムは、フロムスタートにしてください。でバースサイズは 1.46 でデスサイズは0でサイズバリエーションは60、マックスオパシティは100で、オパシティマップのカラーマップをバーストゥーデース、今はなんか黄色と赤なんですが、これを、オリジンコンスタントにすると、白になります。で、これも時間からポスタリゼーション時間を適用します。でさらにレイヤーからレイヤースタイルの中にあります、シャドウ内側でグレー、距離は7ぐらいですかね。ちょっとさっきよりも粒がちっちゃいんでこのくらいの方がいいかなと思います。はい、こんな感じでいい感じですね。はい、ではこのスモーク2を、複製します。 Mac の方はコマンド D、 Windows の方はコントロール D を押してください。そうすると複製されます。で下の方のスモークには非表示にしてください。で、スモーク上の方のスモーク2を名称を変えます。これをスモーク3とします。この名前の変え方は、名前のところ、レイヤーのところにレイヤーを選択した状態でエンターを押すと名前を変えることができます。でここはスモーク3にします。でスモークさんの方の、パラメーターをちょっといじっていきます。で I を押して先頭に持っていただいて、バースレート、ここ今5になってるのをこれ1に変更してください。で、パーティクルの中にあります
テクスチャードディスクをテクスチャードスクエアにしてください。そしてテクスチャーを、先ほど作った、2つ目のテクスチャーテクス2にしてください。でバースサイズは2とします。ちょっと再生します。こんな感じですね。でこの、スモークと書いてある、レイヤーを全部表示させます。で再生させるとこんな感じの、あとはちょっと好みに合わせてパラメータをいじっていただければ、より、自分のイメージに近づけるんではないでしょうか。いかがだったでしょうか。次回はこのアニメ調の煙を使ってロゴアニメーションに活用する実践編をやります。またこのチャンネル登録もぜひともよろしくお願いいたします。このチュートリアルをもしよければ評価のグッドボタン、ぜひともよろしくお願いいたします。そして SNS で情報も発信していますので、説明欄からフォローお待ちしています。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回お会いいたしましょう。